写真拡大。阪神の近本浩二外野手25が近日中に行われる自身初の契約更改交渉で赤星級の大幅昇給を提示される見込みであることが3日明らかになった。野手ではトップクラスの評価となり、球団幹部は大幅に期待値を上回った選手はそれなりに評価してあげないとと説明した。今季の近本は142試合に出場し、打率271、36盗塁、9本塁打、159安打をマークして長嶋茂雄、巨人が保持していたセ・リーグ新人最多安打記録を61年ぶりに更新した。また、盗塁王のタイトルとセ・リーグ新人特別賞を受賞。球団新人で盗塁王に輝いたのは2001年の赤星以来18年ぶりの快挙だ。赤星は同年オフ、年俸1200万円から2800万増の4000万円と大幅アップ。ルーキーイヤーから華々しい結果を残しチームに貢献した姿は本気の近本と重なる。球団幹部は近本を高く評価した上でシビアに見ているところもある。それは彼も分かっていると思うので。適正な評価をさせていただきますと補足した。1年目からもうこの中心選手となった背番号5、初の契約更改交渉は多くのファンの注目を集めることになりそうだ。